always been my pleasure to consistently learning new things. 経営を良くするにはですね、やっぱり抑える時の力を最小限しなきゃいけない。次にリリースする時に時間がかかりすぎるんですよね。コード感がある感じのコード進行ね、バラードとか。まあ、クロマティシズムって言って、京都って練習にすごくいい曲だなと思って、どれだけコードとフレージングのねアイデアを知ってるかどうかって見せられるんで、そういう意味ではいいですな。でこれでアルペジオ、 E フラットメジャー7のアルペジオやって、 A のトライルやって、 A フラットメジャー7のアルペジオ弾いてるわけ。すごい種やかしだよこれ、うん、いつもなんかメロディーをかなんかこう感じて弾いてるっていう、はい、また帰ってきました考えてまたオファーしたんですよ。でそれも見事に断られたんですよね鍛えられましたね。アメリカ行って良かったと思いますね、やっぱそこは。銃でやらさないんですよ。ビアの方にしたらどう？なぜかというとこの音しかないと思い込んでるから今。ほらジャズ行けよ。朝から個人レッスンをやっています。極度のマイナー。はい。おはようございます。はい、おはよう。僕の場合は好きなことできてる自体が幸せなんで、辛いことって関係ないわけね。今からですね、六本木の方行くんですね。一体の服できたらすごいね。そうですね、でも体型いいんじゃないですか、ね、はい、うん、これにします、ね、はい、それいいね、かっこいい。そうそう、何ボタンだけ閉める。もっとすごいのはさ、明日の飛行機の機長、俺の通信レッスンの生徒さんや。一日何通ぐらいメール返信されてるんですか？一番すごかった時って、一日に多分300ぐらい来たな。FM 東京に来ています。お送りしてるのは、今夜のゲスト、友藤田、藤田友さんです。新しいミュージシャンを育てたり、はい、刺激を与えたいので、ええ。今からボストンに帰ります。僕の家の玄関ダイニングみたいな感じです。結構アメリカしてますね。友藤田です。今月もまたレッスン楽しく頑張ってやりました。録音してですね、テープを作って送っています。ギターを通してその人がもっとなんか人生幸せだったらいいなと思うので、そうやって応援してくれる人を願ってますね。